はい、どうも、イズログです。今日は第2弾ですね。はい。まあ、このステンレスの落ち葉焼却炉、だいたい Amazon で7000円ぐらいでした。まあ、だいたい落ち葉とか燃やして、いや、もうちょいでかい方が良かったかななんていう、すげえ後悔がある。グリーンライフ。あー、でも結構十分かな。十分すぎるな。その分細かく切ってバーって燃せばいいから。はい。いいね、いいね。これがないとね、どうもこうもならないわけで。で、この落ち葉燃やし器で、いろんなもの燃やします。特に主に、今ここに生えてるやつ、切った後に燃やします。で、あとは、玄関の向こう、玄関の前に置いてあるや、廃材ですね。あとは、できればもう、カビとか腐って、どうもこうもならない、この藁畳、断熱材として使えない藁畳も全部燃やします。で、燃やした後に、まあ、この床下ですね。ああ、そうか。でもここ日当たりいいからな、入れなくてもいいと思うんだけど。まあ一応、剥ぐか。まあ剥ぎますわ。剥ぎますわ。まあ剥ぎますんで。なんだっけ。農家の人がね、木相梅だっけ？草木梅だっけ？あれを、まあ、要は野焼きだよね。野焼きをして、その灰た、焼いた藁とかの灰を、まあ、田んぼ、水田だったら水田の土の中に落とします。で、なんでそういうことするかっていうと、土をアルカリ性に保って、その害虫を寄せ付けなくします。まあ、基本的に灰って虫嫌いだから、来ないんですよ。だからシロアリ対策にもなるかななんて思ってます。で、あと、草木灰の、まあ、ちょっとした炭も、土壌改善というか、多少の湿度調整剤になると思うんで、まあ、燃やして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 燃やしまくって、やっていきますね。おっとっとっとい。こいつは。まあ、多分段ボールをひたすら燃やしまくると思います。きたー！はい、これですね。はい。ブラックデッカーだっけ。ドリルドライバー、インパクトドライバー、丸ノコ、ジグソー、マルチノコギリ。はい。このマルチツール、まあ一番3万円ぐらいしたやつですね。マルチツールを、が来ないことにはどうもこの話にならんので、もうこやつが来るまでもうどうもこうもなんなかったって話ですね。はい。で、次3箱目。3箱目が、なんだこれ。多分スコップが、この多分これがコンクリートハンマーかな。なんだろう。きたー、ハンマドリル。ドリル来たー。で、これは充電式のやつですね。さあ、これは、なんだろう、アダプターでも動くってやつかな。あ、それでもこれで充電するってことか。はい。
これはコンクリートハンマーですね。で、コンクリートハンマーで、まあ、外のあそこの壁とか全部ぶち壊します。そして、この木を切った後の幹ですね。あれもね、破壊します。じゃないと無理。で、あとまだ来てないのが、エンジン式の、あれか。エンジン式の、あの、高枝切りチェーンソーですね。高枝切りチェーンソーで、あの柿の木一本切れるかな？来たー。でもこれはですね、コードレスブロワー。コードレスブロワーでございますよ。まあこれがバッテリー式、全部あのバッテリー式ですね。電気が通らないんで。まあそれでやって、しのいでいくのが、まあしょうがないかなって感じですね。電気通るまで。あとは何だろう、なんか無駄に物を買った可能性もあるよね。でもまあいいんだ、持っておいたら後でまた役に立つなと思うから。でこれがツールバッテリーですね。まあバッテリーの予備ですね。充電して充電して充電しまくってやる感じ。まあ 18V の 6.0、まあ、ここら辺の予備バッテリーになりますね。で、はい。はい、来た。念願の。蜂駆除アイテムですね。まあ、この家はすごい蜂がもともとは多かったんで、蜂駆除に関してのアイテムは、めちゃくちゃ揃えます。っていうか揃えます。なので、まああとはこれ、これだけ工具が増えてきたら工具箱をでっかい、ホームボックスをズドーンって買わざるを得ないかなっていう感じですね。一個にまとめておけ、置かないとダメなんで。あとバルさんで、これがバルさん飲食店用ですね。なので、どのタイミングでバルさん巻くかですね。あとバルさんもう一個。これもですね、飲食店用。なんだろうこれ。ホームドックス。To make the smart life easier。簡単に、かっこいい生活作ろうぜ。そんなに甘かねえんだよ。なんだこれ。あ、バッテリーか。バッテリーだな。バッテリーっすね。え、どうやって開けるんこれ。ちょっとわからんな。来ました。はい、とこのマルチバッテリーですね。でこれが充電器か。いや、やっと来た。今はね、不意の充電だったりパソコンのね充電だったりで結構あれなもんで、まあ大体これで道具は揃ったので、じゃあぼちぼち、まあ始めていこうと思います。であとは、は、高枝切りチェーンソーエンジン式のやつが来ないと、まあ話にならんってわけですね。ではでは。